あと一発しかねえぞ。とりあえずこの辺のやつを一掃した。セラミックがいっぱいあるな。え、あかん。当たった。もうないぞ弾が。セラミックいただいていくか。おるやん。無理ゲーじゃん。わあ、これちょっと何回か来たいな。ここはもっと装備整えて。セラミックだらけだ。なんとかついたな。え、うわ来た、やばい。逃げて逃げて。おお、逃げよ。ダッシュ。いやー、これ登っていけるか。無理か無理か。あー倒れてる。あーダメか。もう武器ないっすよ。でも武器ないっすわ。無理っす。急いで。うおー、ああほっほっ、登って、ああ、ほっ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 、走って。走って。うわーこれ道がない。いやー飛べた。ええー、あ、助かった。おお逃げ切ったか。ボロボロ。ボロボロでした。よし、え、ここはもういないの今。ああ、こうなってたのか。
ちょっと拾えるだけ拾いたいな。敬語。よし。セラミックが欲しい。セラミック。ちょっと靴限界だな、さすがに。セラミックケテケレ。セラミック320ある。超欲しい。わあ、魚だらけ。持ってるかな。おほー、ちょっともう限界かな。よし、帰るぞサム。まったくだぜ。わあ、危ない。え、嘘でしょ。あ、うっそー、また？勘弁しても帰るだけだから。ダメ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 、逃げて。ああ、頼む頼む頼む、逃げて逃げて逃げて、お願いお願いお願い。ちくしょう、セラミック。依頼の荷物だけはどうにかでも踏まったな。よっしゃ、まだいたんか。出直すか、ちょっと一回戻ろう。非常用燃料。おお、帰るべや。エクスプレスの ID を確認しました。施設内では武器を強制的にロックします。着いた。お疲れ様です。ふぅ、どうよ。大したもんだな。もっと血液グレネードくれよ。使い慣れた道具なんだ。こいつにいろんな思い出が詰まってる。よかったね。ダイヤルプリンターで作れない俺の人生が
実は無理だと思ってたんだ。ああ、これだよ。こいつを待ってた。これでまたいい武器を作るぞ。お、俺にも送ってくれよ。あんたは天才だ。ありがとう。おお伸びた。俺はずっとフラジャイルたちには世話になっていた。感謝もしていた。だがヒグスと組んでるなら信用するわけにはいかない。そうは言ってもテロリストたちは増え、行動も過激になっている。ヒックス粒子に俺たちもまとまらないとな。あんたみたいなのがいるなら俺は UCA に加盟してもいい。お、新しいアメリカが俺たちを守ってくれるんだろ。カエラル通信をつないでくれ。そう来なくちゃな、親父。この時にこう出てくる数式がさ、これ L イコールってなってるから、これね、神の数式。だと思うんだけど。クラフトマン、ボーラーガン。おお、ありがとう。俺は役に立つ道具をこれからも作っていくよ。シェルターに一人でいてもカイラル通信がつないでくれる。これが UCA を作るということか。お、そうだ。これは俺が作ったボーラガンという武器だ。相手はしばらく身動きが取れなくなる。お、殺傷能力はない。行動の自由を一時的に奪うだけだ。必要になったら使ってくれ。お、ボーラガン。へえ、興味深い武器ね。ワイヤーを打って相手を拘束する非殺傷武器だけど、ワイヤーの代わりにストランドを使うとあなたの血が作用して BT にも効果が出るはず。おー、 BT にも試してみて。素晴らしい、やったぜ。セラミックをちょっとあれだね、配達しなきゃね。ああ、頑張れよ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。ちょっと待ってよ。あれ？メニューが出せないんだけど。肩をマッサージ。じゃあ休んでてさ、もう俺ちょっとトイレ行ってくるから。眠る。
寝息立ててんの。とりあえず国道に行きたいんだけど、ここもいいでしょ。ここな、ここに樹脂が、樹脂じゃねえ、セラミックが何本あればいいのこれ。700、え、あ、もうそんなもん。140あればいいのか。でこっちが、ああ、120か。そんなもんで、今持ってるのは、わあマジ、あー、これしかもエンジニアがいな、この落とし物。あ、でもこれちっちゃいのか。ん？これ誰？あ、これ、マジ？ちょっともったいないけど、じゃあこのセラミック320を近くの道路に持ってって、いや、でもなぁ。どうしよう。まあ、全部持ってくか。え、ちょっと待って。ここも最適化されてるのか。あ、違う。エンジニアってどこだ？ああ、そこか。この道路に行って、多分この山越え無理だと思うんだよ、まず。あ、ちょっと待って、したら。ルート変更で、まず、充電。まず充電して、で、あ、これ何？あ、ここにもある！こりゃ、大変な量だな。これはちょっと、俺の手に負えないかな。ここに行って、で、その後、こうだな。はい。ってことで、ちょっとまた歯医者行かなきゃいけないんで、今日はここまでにしたいと思います。次回このルートでちょっとね、ゆっくり行きたいと思います。ってことで、お疲れ様でした。